何からのパーンか決めてんの。今日はそれからパーン。今日は、森田家、ひとまず完成 DIY ですね。はい、おめでとうございます。 DIY ひとまず完成 DIY ですね。ひとまずっていうかもう完成じゃないんですか。ひとまずでしょう。まだやんねや。まだやるんですね。まだやんねやってさ言ってるけどさ、はい、木材めっちゃ余ってんねん。なんでかわかる。ここやろうとしてるからやで。ああここもなんですか。でもこういやだってそのやるんやったらやってええけどって言ってんねんけど、はい、やらんから、はいはいはい、だからひとまず完成 DIY よ。すいません。ボイコットよ急に。ストライキ入ったんや職人が急に。長かったですね。長かったよね本当に。いつ住み始めてんの。12月ぐらいやったっけ確か。もっと前か11月ぐらいだったっけ。11月ぐらいじゃないですか。でしたっけね。はい、3ヶ月、およそ3、4ヶ月かけて、うん、はい、まあ、職人一人でやってるから。で、ザコの補佐がたまに来るぐらいで。ザコロンゲ補佐がたまに来るぐらいでさ、やってるからさ、はい、やっぱ時間かかるよね、ほんま。はいはいはい、注文住宅ぐらい時間かかる。マジで。行きますか、はい、どうします、何からなんかもう、はい、ちょっと分からへんわ何からやっていいか。リビングから。リビングからですね。リビングはこんな感じになりました。はい。まあちょっと何レジンテーブル、うん、ね、こんな感じでいい感じですよ。使ってますね。使ってるよ。もうパソコン仕事がもう、はかどるはかどる。いやいや、ちょっと待って。そんなパソコンなんか板についてはいますね。そのパソコンもね。板つきよ、パソコンは。ここに。もうリモートってなったらもうここでやるから。はいはいはい。絶対に。タバコも吸って。最高よ。この、結局な、なんだかんだでな、はい、これが来てから、はい、結構ここにおる時間長い。あ、そうなんですか。長い。なんか、で、これ紹介したっけこれ。椅子まだです。スイッチってところのね、はい、なんか椅子です。ネットで買った、はい、そしてロボロックを困らせてたアリ、はいはい、モハメドアリがここに移動しました。ここにいたんですね。ここに収まりが良くなったのよ、なんか、うん、確かにね、なんとなくね、うん、はい、そして無駄にフィギュアを増やすという。ここにフィギュア棚を作りね、無駄にこういうのを増やすっていうね。はい、こうアメカジテイストの、はいはい、こうちょっとこう古着屋テイストの感じを、はい、出しましたけど、いいですね。でもその、はい、その一角だけでもうちょっと世界が、そうなのよ、ちょっと いい感じよね。もうほんまミリオンセラー作家の、うん、なんか池袋ウエストゲートパーク変えた人みたいになってる。いやいや、そんな隅っこの方で石田イラの書斎こんな僕ら。いやいや、絶対違う。あ、ライトは？あ、これはアクメファニチャーで。ああ。これね、明るないですかこれ。うん。もうこれでね。で、これが、はい、ヒロちゃんがこうつけてくれたこの、はいはいはい。これいいのよね。これいい。皆さんこれおすすめっすよ、マジで。はい、ね、これほら。これは後ろからこう、繋がってるんですね、この。そうそう。壁の中に。壁の中にね。入れて、それは俺がやりましたけど。いや俺や。まあまあまあ。ちょっと、はい、なんかまだそこから全然動いてないですけど。いやだから動きたくないのよね。密度こ、はい、濃すぎません。いやここいいのよ。まあミッドセンチュリーゾーンよね。椅子はまあ感じつきますよね。ちょっと。でまあこれもね、この辺のこれはそこでね、江原さんのギャラップで、中目黒ギャラップでこれめっちゃいいのよ。最初もアイアンで行こうとしてたら、うん、ギャラップに木しかなくて、で、つけてみたら、めっちゃいいやんってなって、木の方がええなってなって。古材のね、あれですよね。そう、古材のやつです、ね。確かにめちゃくちゃ雰囲気ある木や、これ。せやねん、これいいね。はい、いや、これ素人の僕でもわかりますね。はい、確かに。いや、これでしょ、うん、これは違う。素人のお前でもわかる。これは違う。それ違う。でしょ、これすごいもんだって、この下の木。素人でもわかる。ねえ、うん。って感じで、うん、これがあれでしょ、
そこで作ってもらったロールスクリーンね、サイアーテックで作ってもらったやつ、ロールスクリーン、これがまあいい感じに ね, ね。でこれがね、ちょっと俺がこのリビングで一番こだわったヴィンテージのスニーカー、はい、やっぱ私スニーカー芸人、スニーカー芸人って言うね、はいはい、言いますけど、うんはい、真のスニーカー芸人はやっぱローテクなんじゃないかなっていうので、はい、このねいい感じでエアジョーダン1ね、はい、オリジナル、え、オリジナル、うん、オリジナル、あれ、うん、これオリジナルってことは85年、へえー、うん、これいいやつなんですか。いや85年のオリジナルやったら相当な値段すると思います、はい、85のオリジナルです。ほんますか。94年の復刻、そんな変わらんかなっていう。それはどういう、じゃあ、はい、ほんまのスニーカー好きとか、はい、詳しい人がこれ見たら、はいはい、うん、うん、ってなるってことですか。まあそうやな、軽炎上すんじゃん。おい、あいつの冗談は85年ちゃうぞってあれ94やぞってなると思う、多分。え、僕とか興味ない人が見たら、はい、ああ飾ってるんやって思うんですよ。あ、飾ってるんやな、あ、そういうの好きなんやって思うんですよ。じゃあこれ誰が見て俺や、俺が85年と思い込んで見てんねん。やっぱええな、オリジナルのオリジナルの冗談はええなっつってこうやって見てんねん。あ、そうだ、なるほど。でヒロちゃんが俺の趣味のためにこれね、はい、うん、これこれアディダスの、え、何年ですかこれは、発売は。それこそ80何年ですよ。80何年、はい、にランディ MC とアディダスがコラボしたエルドラドという、フランスやで、ちゃんとメイドインフランス、メイドインフランスのシューズを、これ僕履かないんで俺たち飾っといていいっすよっつって持ってきてくれたのよ。でもメルカリとかで見たら、うん、これ2000円ぐらいどうも。あ、そうなんですか。俺もそんなわけないと思うんだけど、はいはいはい、どのサイトで見ても2000円ぐらい、はい、ちょっと、うん、今の市場価格でいくらなのかっていうのをちょっと、うん、もし知ってる方はね、コメント欄にお願いします、コメントね、はい、なるほどね、はい、分からんもんやな。いや、それはそれでなんか、うん、味があっていいような感じもしたんですよ今。ああそう、自分はね、エルドラド、え、ジョーダン1より、ジョーダン1より、いやいやいや、ジョーダン1より、なんかでもそれなんかよく見るなと思って単純に。いや、ジョーダン1やから、ジョーダン1当たり前やろ、世界で一番有名なスニーカーや。ああそう、ね、当たり前やろ、うん、で、これはいいですよ、うん、はい、70年チャック・テイラーデッドストック、ほー、はい、これはもうしっかりマジのしっかりマジモンのオリジナル、はい、チャクテイラ、まあまあめちゃくちゃでかいけど、でかい、ちょっとめちゃくちゃでかい、でかすぎるやろって、俺はなんぼなんでもでかすぎるやろって思っちゃうんですけど、紫のチャクテイラが俺好きなのよ、はいはいはい、正直、はい、でもうメルカリとか探してでかいのしかなかったから、はい、でもじゃあでかいのんでいこう、ここはっていうことで、うんうんうん、はい、もうでかいのにしました。めちゃくちゃでかいやん、でも、はい、10センチぐらいありますよね、外国人、33センチ履くことはない。これ何でしたっけ、この棚みたいな、キャビネット、あ、キャビネット、はい、これはネットで買いました、うん、はい、いいよこれ、これはここが開いて、はい、新品、これ新品です、あ、はい、実は、へえ、いや、どうしようかな、いや、正直言ってくれたらいいんです。これは、フランス軍で使われてたやつですね。50何年のやつちゃうかな、50s、 うん、何もしたんですか、まあでもこれ10万ぐらいしたと思う。うわ、うん、まあ、だって当時のやつやからさ。その手で。そしてまたここに棚をつけて、でこれもギャラップで買った、これね。あ、これがこの金ですか。そうそうそう。わかるなこれ。もうえってや。これはお前のわかるアピール。これはめちゃくちゃ。棚受けの棚受けの小細っぷりだけわかるアピール。ええわ。ほんまに。これで、まあ、この辺ちょっとバディリーとか、はいはい、ね、ちょっとミッキーのこの、当時の、このアメリカの電話ですから、これは。ミッキーのね。へぇ、はい、これでもほんまに電話として使えたってこと、使えた、使えた。へぇ、これはね、結構出回ってんのよね、市場には。へぇ、割と。うん。
で、バディリーですね。うんうん、で、M1 で。ちょっとね、今回ね、その、部屋を良くしようってことで、フィギュアをね、うん、多めに買ったんですけど、うん、やたら M&M's ばっかり買ってます、ね。これの行き場がなくなってんね、今。その、やっぱ、ワンポイントで置きたいのよ。はいはいはい。あんま多くなくて、ね、やりたいんだけど、はい、見てあれ。M&M's の慣れの果て。あそこ。何歳の子供おんねん、みたいな。なるやん。そして、このね、うんね、どうですかあれから何がです か, そのなんか見てるだけですよ、はい、ロボロックをあれするときにここに置くだけ、はい、まあそしてスナップオンですね、はい、のキャビネット、これは皆さんおすすめっすよ、マジで。これ使い勝手めちゃくちゃいいよ、スナップオンは、うん、そしてまあもうこの辺はもう、ね、トラックファニチャーゾーンですよ。あ、はい、その椅子もそうなんでしたっけ。はい、これもトラックです。はあ。ちょっと注文してて結構時間かかったんですけど、これも、うんうんうん、これめちゃくちゃいいのよ。そう、そうですね。最高なのよ、これ。でもやっぱこのトラックのソファーは、うんうん、もうベッドいらずというか、うん、もうめっちゃここで寝る、俺。寝ちゃう。うん。危ないぐらい寝る。タバコ持ったまま寝たりとかしてるから。ほんま危ない、ほんま危ないですね。寝てまうね、これマジで。でまあちょっとカーペットもね、ちょっとパッチワークのやつ買いまして、はい、はい、あとこれもね、このスナップオン、はい、ね、ちょっと邪魔やなこれこういうやつですね。ああ、はいはい、っていう感じのやつですね、うん、いいですね、はい、ぐらい。いや、作ったテーブルとあのテレビ台そうですよね、はい、作った今作ったものが一生懸命作ったやから、作ったものが今ないから、それはヒロちゃんから紹介何何まずでも壁じゃないですか、そもそもこの壁をね、うん、一番のあれは壁を、はい、もうええやん壁は何ぼおどつしてんねこのあれで、こするな壁壁なんじゃないですか、まあね、はい、その俺といえば、はい、ね、ウッドウォールなんで、ね、ウッドウォールやっぱもう DIY はウッドウォールに始まりウッドウォールに終わると言っても過言ではないから、まあいい感じの色になってきたよ、うん、マジで、まあ照明も相まってると思うけど、はい、どうなんですかこれ実際住んでみて、はい、その木のね、はい、圧迫感みたいな、うん、みたいな、全くないよ意見もありましたけど、まあ、ないない、ほんまほんまにな、エロチャットのな、はい、女の子とな、うん、ボイスチャットじゃなくて、うん、もうテレビ電話、え、うん、もう一番あのお金取られるやつやねんけど、はいはいはい、一瞬だけテレビ電話してんやんか、うん、そこで、うん、そのレジンのとこで、うんうんうん、で、うん、一瞬だけこの部屋が見えて、うん、この女の子が、うん、めっちゃいいじゃん言ってたね、エロチャットの女の子がめっちゃいいじゃん何その家みたいな言ってたでそれも森田っていうことを認識してやってるんですよね、認識してない、それ認識してない、え、顔出してるんでしょ、うん、いや顔は出さんかって、部屋出してこの辺だけこっからこっから下ぐらいなるほど、そうそうそう、顔なしでも、うん、部屋でもう価値つけてるってことですよね、そう、何その部屋みたいな、え、何みたいな、え、持ち家まあまあまあみたいな、いやいやいや、全部当時もんやん結構まだエロチャットやってんの確かに頭でやってる、とどまることを知らないいや、これな、ほんま寝てまうの、これもうすごいね、この包み込む感じがうん、うん、ああ結構沈み込んでますね、そうなのよ、うんうんうん、ああこぼしたりとかもまだないですか、ないよ、絶対、ほんでここでオナニーもせえへん絶対にせえへんから、まだエロチャット見るのはどこ、エロチャット見るのはそこで、はい、え、いやよそことか、ここあ、こっちはいいや、ああこっちはいいんですよ、で、オナニーってなったらもうベッドゾーンに行くな、おお、そうね、じゃあもうベッド見んでいいっすわそれぐらいですか、
はいはい、はい、いや、何だ関さんと一緒の あこれはね、実はキングヌーの関さんがこれ同じライトを家で使ってるということですね、うん、いや、ほんとね、なんか、はい、え、これは刑務所とか売ってたやつですよね。そう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 、ちょっとインダストリアルな感じの、ね、はいはいはい、関さんはこれ、五反田ガレージ見てて、うん、あ、俺んちと一緒のライト言ってましたもんね、この前言ってましたから、キングヌーが使ってんのよそういうことよ。そうですね、はい、まあでもそれぐらい。テーブルはもういいですか。テーブルはまあまあまあ作った、テーブル作った、これ俺が足つけたからね、自分で自分でつけたから、うん、でこのテレビ台もいい感じで、うん、アイアン、テレビ台のアイアンがね、なんかちょっとくすんだ、あー、そうそう、これいい感じの、うん、インサートをふんだんに撮れよ、はい、いい感じで、はいはいはい、上杉周平のサードプレイスみたいな感じで撮れる。ちゃんとサードプレイスのオープニング風にそこの廊下歩いてみる後ろからこう追いかけてくるみたいな、いいですね、うん、こう玄関から入って、はい、こっち来て一緒に、はいはい、俺をこう追いかけてくるみたいな、はい、でここに絵とかいっぱい飾ってる、うん、でこうこっちに行くみたいなんで、うん、オープニングドンって感じこれサードプレイスのオープニング、はい、まだかっこいいさ、ちょっと俺も一緒だった、いやいや、かっこいい、そっち見たら分かる、かっこいいね、一応やっときます、もう一回やっとくか、撮ってるだけでいいんですか、あ、撮ってるだけでいい、はい、はい、OK いっぱいこれであったんかな、いや、見て、一回そっち本編、分かる、バリかっこいいからで、まあキッチン一応 DIY、うん、翔平と俺のね、この知恵の結晶ですよ、ね、はい、今こうなりましたね、はい、いい感じに収まったんじゃない、うん、足をこの長くしたのはこれが開くため、うん、あ、なるほど、はい、これを開かすためにこれだけ足を長くさせていただきました、うん、足長いバランス悪そうな感じ、そうバランス悪いんですけど、うん、見てください。お、ここない。はい。なぜなら、これでかましてるから。大かまししてます、はい。そしてロボロック。ね。あ、ロボロック通信やれよ。ロボロック通信。言ったよな、ロボロック通信。にゃんこ通信の後にロボロック通信入れとけよ。なあ、今日それ素材取ってけよ。俺が取るの素材、ロボロックの。で、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 こ、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 はい、そして、はい、ちょっと見せたい、こう玄関ね、うん、玄関も一応 DIY してるんですよ、これね、うん、ラブリコで、うん、はい、地味になんか便利そう、そうなのよこれ、はい、あのここ物置にできますんで、はいはいはい、はい、何置いてるんですか、伊勢神宮でね買ったお守りを置きまして、うん、みたいな、森田正則先生に、え、六時のアシブルースの、うん、ルーキーズの森田正則先生に書いていただいた、嘘、そうよ、すげえ、六年足ブルース芸人で出た時に、うん、俺は小平次の最後のいつものシーンが好きでっつったら俺バージョンの小平次スタイルを書いてくれた、そう、すげえっていうね、はい、と、そして出ましたキングヌー関さんからいただいた、まだ発売されてないスティック、うん、ね、ここに置いてますんで、早速ここに飾ったんですね、はい、キングヌー好き女子ぜひこちら一度お越しください。はい。玄関で帰ってってもいいです。はい。家に上がらず帰ってっても大丈夫です。見に来てもいいですね。はい。運気すごそうですね。そうよ。ここ今運気すごい。伊勢神宮あって、神宮の関があって、で、六段下ブルースあって、で、車崎神社あるから。もうスピリチュアルが喧嘩してるよ、ね。あ、寝室行きます、はい。いや、ちょっとどうしました、寝室。まあ、オナニ部屋行きます、はい、トラックファニチャーのこれもね、はい、ブックマンベッド、うん、これはいいよ、こうやって本読めると、はい、これパラパラちょっとムラムラしてきたっていう感じですね、はい、で時計は翔平に教えてもらった時計、ちょっといい感じの、ね、はいはいはい、でまあカーテンはちょっとデカフェのね、カーテンというかコーヒー飲めへんのほんまや、まあまあまあなんかアートもありますね、これが実はですね、はい、
大阪古着日和の、ヒロインのかりんちゃんっていう子が、うんうん、まあ、モデル兼アーティストなんですけど、はい、かりんちゃんがね、何アートって言われたっけ、これ切って貼ってそうそうそう、コラージュ、コラージュアートかな、をなりわいとしてて、はい、でかりんちゃんが撮影期間中に、うん、俺とか、うん、五反田ガレージのイメージで、はい、作ってよって言ったら、はい、作ってくれたの、うん、ああ、これ五反田ガレージのイメージなんですか。まあ俺やな確かに、まあ、お前らというよりは俺やな。じゃあ森さん好きなもんなんですかっつって結構バーってあげて、はいはいはい、じゃあ作りますっつって、うん、かりんちゃんが作ってくれた。すごいですね。結構時間かかってるらしい。ちょっとおしゃれですね。タバコとか好きやし、バイクとか好きやしっつって、うんうんうん、そう、ちょっと俺が大阪でちょろっと古着おごってあげたから、はいはいはい、それのお返しで、いやこれめっちゃよくない、なんか俺めっちゃかっこいいなと思って。いやかっこいいですね。なあ、うん、今度個展やるんでかりんちゃんが、はい、それ皆さん買いに行ってください、もしよかったら。で、これですね、ウォークインクローゼット、ウォークインクローゼットに作ったスウェット棚、これはマジで皆さんおすすめです。スウェット棚、スウェット好きな方は一枚一枚ね、これはでもいいですよね、うん、これいいのよ人は実は、はい、こういうのをあえて作ったというか、誰が作ったんですかこれは。これ誰やったちゃうかった、確か俺かしろちゃん俺です、確かちょっとこの間これ買ったのに、実はピグスティで、ピグスティ第2期、はいはいはい、第2期五反田ガレージのオーバーオール、いいですね、夏アウェイ、アウェイ用ホームアンダービジター用の、やつ、だいぶなんかこうね、ちょっと汚れとか雰囲気が出てる、また、ね、確かにかましようかもな、かましよう、俺らこんだけ作業してますよっていう後にね、ガチ DIY YouTuber とコラボした時に、はいはい、かましようでこれ着てってもいいかもね、うん、さあそして最後の砦で来ましたね、おついに、はい、ここはデカクローゼットペアヒロちゃんのね、努力の結晶、総額いくらですかこれ。13万円ですかけすぎやな、マジで。これだけは皆さんおすすめしないですクローゼットは買った方がいいです作るんじゃなくて、はい、ずっと作ってましたもんねこれ、うん、マジで、はい、マジで1ヶ月ぐらいかかりましたね、はい、ここ住んでんのかなと思いましたもん、ヒロパーさん、まあ、まあでも良くなったんじゃないですか。ああすげえ、でもこういうめっちゃ大容量で、大容量ですね、服が入りますから、でこれがこうやってなんか自動で閉まっていくらしいわ、それなんかえらいこだわったよ、うん、もうちょい早く閉まってもいいねこの上のね、これつけてくれたの、横、この横板、うん、ね、うんうん、この板をつけることによって、はい、上にホコリがもうたまらないという、えっ、ほんまは、はい、ここまでの高さやったわけよ、周りを木で囲ったってことですか。そう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 、上を木で囲った、ね、なるほど、だからもうホコリが気にならない確かにホコリは乗らない、まあ乗るんでしょうけども乗ったとしても、はい、取りようがないから気にならない、はい、だって見えないんですから、確かに、はい、ここだから空洞なんですか、この中は。中空洞で中に突っ張り棒が2本入ってて縦に、はいはいはい、だからこれが倒れて止まってんの、なるほど、突っ張り棒が見えてんのもブサイクやから、そうそうそう、これで隠せば全然大丈夫っていう、なるほどね、地震の時倒れてこないような突っ張り棒、ただこれ空洞ってことは、うん、ここになんかめちゃくちゃホコリが溜まる可能性もあるってことですか。あるよ、そう、うん、だから失敗やん多分もう引っ越しの時にうわーって言うのがある多分言うと思う、すいません、で下引き出しが、うん、はい、うん、まあちょっとね立て付け悪いとこもあるんですけど、そうそう、はい、13万円でこの立て付けかいって思うときあります、まあでもこれはご愛嬌というか、うん、いいのができたなっていう感じです、ね、まあ確かにね、いいですけどね、はい、うん、ここは T シャツ13万って どうなんですか、でも何か、いや高いやろ13万円ですか、クローゼット高いですよね、絶対高いやろそんなもん、いや IKEA でもこのサイズで合板のやつで13万ぐらいしました、いやネットで血まなこになって探したらこのもん2万9000円だいや絶対にソフトクローズついてて、ここも、はい、うん、
まあね、自動でこう閉まってってなったら、まあこれ言ったらオーダーメイドですか。そう言ったら世に溢れてるクローゼットでちょっと気に食わんなっていう、この形気に食わんなっていう人たちが作るわけですから自分で、うんうん、はい、そうっすね、いいのよ、まあ、いいっすね、まあボラれた感はすごいけど俺が得したわけでもない。いいのいいの、なんかチラ見できる、なんかここにすごいいろいろあるんですけど、もうそこ映すな。ここどうしたらいいか分かってないもん。これどうしたんですか、これ。え、どうしたんですか。何が、これがこのクローゼットを作った慣れの果て。うん、でこれ見て石尾さん、これ、はい、このああ結構ありますね。これがあの向こうの、なるほど、部屋につけるウッドオール用の木材。これどうすんのこれ。結構ありますね。どうすんのこれ、ずっとここ置いてるこれ。マジで、ね、欲しい人あげるよこれ。これだから上に今部屋干しの服がね、うんうん、ここ部屋干しコーナーでもある、ね、部屋干しコーナー、木の香りをこうすごいこう吸収してそうですね。いや違うよ、木の粉だけを吸収してさ、粉っぽいのよこの部屋なんか、うん、まあまあいいんですけど、はいって感じです、はいはいはい、すごい。あ、プチ DIY 見る俺の、はい、なんかやったんですか。うん、自分でやった。これね。これな。ドライヤー入れな。ドライヤー入れ。これが、はい、わかる？風呂上がりました、はい。冬場寒いよね。はい。もうちょっとだけ開けて。うん。これができんのよね。これをつけたことによって上がる。見たことないですね。でもこれは2022年、はい、流行るんじゃないかというスタイル、生活スタイル。いやこんなとこに普通ないですもんね。これ何なんですか。これあるんですね。これだから伸ばしてる。そう、これ見て、はい、この俺のプチ DIY、 ここから、はい、うーんって伸ばして、でここで止めてんのよちゃんと。この金具で、はいはい、分かる、はい、これ関さんのあのドラムを引っ掛けるやつと一緒のやつ。あ、これ使ってドラムスティック、ドラムスティック引っ掛けるやつと一緒のやつで、これでここでこうかまして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 動かないようにして、でこういう感じで、はい、皆さんおすすめなんでね。で、今のドライヤーっていうのは水に触れても感電しないようになってますんで、ね、ね、そうこれ危ないっていう声があったんですけど、なるほど、なるほど、実は大丈夫なんだよね。まあ一応でも危ないやつもある。いや超安全です。風呂場で感電しないでください。風呂場で感電したら あれのせいか。以上じゃない ？DIY は、ああ、いいんじゃない？もう本当に、うん、マジで。確かにな。まあなんていうの、その家っていうより。まあ遊び場みたいな。まあ大人の遊び場って感じ。楽しいこと考える部屋。エロチャットやってんすよね。楽しいこととエロいこと考える部屋って感じですかね。誰が来ました。BKB 屋敷は来たよ。山添が来たかな。どうでした皆さんリアクション。なんかバイクさんは、はい、なんかビレバンみたいになってきたなって言ってた。わかるな。物がね、ちょっとわかるな。屋敷さんはなんて言ってます。屋敷は別に特に前の家よりちょっと床硬いですねって。前の家もうちょっと地べたに座ってもいい感じやったんですけど、ちょっと床硬いですねって言ってた。うん、なるほど。じゃあ森さんがこう望むまだリアクションは得られてない。全然。チャットレディだけ喜んでくれたの。はい、渡辺敦の建物担保一回ちょっと送っといてな。あれ、まあ、賃貸来ることあるんですか。賃貸でマンションって見たことない。賃貸でもやっぱ DIY やってるから、うん、確かに賃貸行ってるの見たことないないです。マンションある。いや俺もマンションも俺は見たことないな。うん、どんなに小さい。今日は番組始まって以来の賃貸。ちょっと私もね、どういうことなんだろう。プロデューサーに何回も聞いたんですけど、とりあえず見てくれと。一回
出しといてくれ。わかりました。行きますかね、褒めてくれる。うん、でもね、けなさないですもんね。絶対けなさない、うん。で、椅子があったら座るって。ベンチとか、椅子があったらとりあえず座ってみるっていう、ね、あの人は、うん。なんか最後手料理とか作りますよね。あの、途中な。途中で手料理みたいな。なんか、友人招いてみたいな。そう、奥さんが作るね、そこの。大体。で、その時は子供とかも出てくる、ね。はいはい。そう、だから手料理も俺作るし渡辺篤史と二人で食うしいやーこれね木のね香りが人体でこんな木の香りって言われるからやっぱいいよね、うん、見せたら例えば、ダブってもいいんですよね。別にいいですよ、ね、じゃあ、上をね、はい、探してるよ。あ、吸った。吸ったよ。はい。かわいい。食べた。食べた。ここから吹きちゃうか。吹きのターンですね。今一周しましたもんね、ちょうど。そう。あ、吹いてますわ。吹きの作業。はい。すごいよな。賢いわ。ちゃんと映したね。どこ行くん、どこ行くん、当たった、浮いてる、浮いてますね、浮いてる、どうですか最近その出番ありますか翔平さん、誰やった翔平大谷